はいどうも、サムライフィッシングの淳です。去年も動画投稿してるんですけど、また台風の時期が来て、これ何号の台風なんだろうちょっと分かんないですけど、今ね沖縄の下に、台風があるような状況です。で、今日の夜かな、今現在の時刻が、夕方5時で、今日の夜から明日の朝方にかけて一番台風が接近する時間になってますね。で、多分ここから結構強くなっていくんですけど、まだそこまででも強くはないのかな、まあ言っても強くないのかなって言ってももう結構風は吹いてる状況なんですけど、いつものごとくね、他の海行くと結構濁ったりしてるんで、また去年同様、お世話になりに行こうかなと思ってます。状況を見てもう早めに切り上げるかもしれないし、まあね、プリンスビーチの方で、釣りをしていきたいなと思います。はい、到着しました。結構荒れてそうな感じ。今回ね、初の GoPro のデビューになるんでね。うわー、向かい風だ。もしかしたら風切り音とかどうかな。一応前紹介したあのスポンジはつけてるんだけど、どんな感じなのかな、書いてみないと、編集してみないと分かんないけど。うわ、一人泳いでる人がいる。うわ、すごい、めっちゃ泳いでる人がいるんだけど。よし、じゃあ釣っていきましょう。風が真向かいなんで投げにくいんですよ。だからしかもこの手袋慣れないからすげえ投げづらい。さあ、あかんわ。はい、全然飛ばない。ちょっときついかも。やばい、全然飛ばない。飛ばねえ。こいつは一回置いとくやっぱスピニングがいいわ。ベイトはしんどい、向かい風だと。追い風だとね、ベイトとかめちゃくちゃいいんだけど。よし、こいつに切り替えます。で、結構風が強いから、真向かいからの風なんで、ウェイトが重いやつにしようかなと思います。一応ね、これで行こうかな。やばいね、めちゃくちゃ荒れてるわ。
じゃあこのバイブレーションで投げてみて軽そうだったらもう一回ウェイト変えます。あ、さっきが全然いいね。全然いいけどどうかな。満潮ぐらいとかも上げ、今上げてる最中なんでもうちょいで満潮になるところ。いや、やばいね、これウェイトがしんどいかも。まずあっち側に流していきましょうか。で、投げながら向こうのチルポイントがあるんでそっちまで行きます。うわ、ほんと風やばい。うわ、きついなこれ、風がえぐい。ここ怖いな。去年ここで大波に襲われた場所なんですけど、マジで怖い。一応ね、濡れてもいいような格好はしてきてるんで。難しいね。うわ、めっちゃ濡れた。うわー、やばい、濡れた。やばいね。ドラマは終わってないかね。なんか当たる感じが全然しないね。ゴミがすごい、ゴミがすごい、ずいすごいって言うことでもないけど、ちょこちょこ絡まりますね。よし、やばいね。さあ、ここはチルポイントですよ。前回チルが釣れたポイントですね。風がね、やばいんよ、マジで。やばい。いやー、魚いないか。うん、やばいやばいやばい。うわ、ぶれ。そしたらね、次は去年も実績があるジグですね。これでチルが釣れたやつです。重りをつけて、死ぬ中みたいな感じでしてます。前に重りをつけたらね、結構フロントがこうやって下がるんで、こう行きながら根掛かりをね少しでも回避できるし、まあ、重りつけることによって遠くに飛ばすことができるんで、結構自分は気に入ってる感じですね。よし、じゃあこいつで行きます。さあ、連れてくれよ。もう打った後だかな。いや、これも軽いな。やっぱり向かい風しんどいな。よいしょ。ちょっとゴミをかわしながらキャスト。いやー、きついよ。一応端っこまで来たんで、こっからね、また折り返しながら投げながら行きます。ここ渡りたいんだけど、ちょっと怖い。今だ。 OK、 いいタイミング。 OK、 よし、投げます。あー、きつい。よいしょ。 GoPro のさ、視界がすげえ気になるわ。どんな感じで映ってんのかな。これぐらい大丈夫かな。よいしょ。ほんとなんか釣れる気がしなくなってきた。はい、やべ、今、あ、やべ、これやばい。おー、ぶねー。波も風もね、だんだん強くなってる。正直しんどい。帰ろうかな。マジで頼むぞ。うわー、おー、はい、はい、パンツやった、パンツやったわ、これパンツ、いいパンツだわ。うわ、やばい、もういいわ。はい、はい、受け入れます。全部受け入れますよ。よっ。あ、嘘だろ。ああ、もう無理だ、やめよう。いや、マジ風強すぎて、これが追い風だったらまだね、話が違うんですけど、向かい風で風速結構吹いてんじゃないかな、20ぐらい。いや、もう無理だわ。帰ります。
はい、プリンスビーチありがとう。